では、中澤先生が具体的にどのようなセッションをされているのか伺っていきたいと思います。3つ目のキーワードです。緩めることの大切さ。さあ、どんなことをされているんでしょうか。はい、ちょっと加藤ちゃんがいるんですね人気ですからね、話題の今もう旬の加藤ちゃんですけど、45歳も違うというねよくわかりませんけど、例えばですね、はい、これは人形なので、例えば片っぽの腕がだるいよ、ね、調子悪いよって前に出しますか、す、ね、調子悪いよってこんな感じかな、はい、うん、こういう風になってる時には今スポンジの風船なのでちょっとわかると思うんですが、ね、しぼめちゃいますけどね、はい、あ、手痛い調子悪い、そうそうそう、はい、肩痛いとかいうのはこういう状態になってるというふうに考えます。あ、はい、でこれはどうしたら治るかっていうと、うん、この辺ポンとやるとこういう風に戻ってくるわけですよね。ここをこう膨らまそうとするんじゃなくて、こっちが違うところを、はい、で違うところがまた今度調子悪いよってなったら、うん、ここがまたシュンってなって、痛い痛いこっちをまた膨らますとここが戻ってくると、はいはい、ということはですね、うん、この体の中を不調があっちこっち移動しているわけなんですね。でそれというのも、うん、この中全体のこのお人形さんで言えば空気が甘い状態なんです、はい、ああ、はい、甘い状態だからあっちこっちに移動するので、これを甘くなくしてしまえばいいんだと、でこの人形さん自体が今ビニールですけどね、はい、これが硬いものだったら、うん、ふーっと移動してもこれがふーっと戻ることはないわけなんですね。だから柔らかくしておかないと空気っていうのはそこまでいかないわけなんですね。ここが痛いとここばっかりと思っちゃいますけどね、ここをなんとかと思っちゃうけれども、そうですね、違うんですね、はい、全身で打てく、全体ですね、そこから緩めるということが来ていますね。これを出された時に私どうしようかと思いましたけど、ちゃんとこれ働いてますね。そうそうそう、冗談で持ってきたんだろうと思われたんですけどねそんなことないんですよ、すごい分かりやすいことを見せていただいてありがとうございます。このようにですね、その気の流れを整えることによって全身で見ていくということなんですね。加藤ちゃん退場していいですか。加藤ちゃん退場ありがとう。加藤ちゃんお疲れ様でございました、はい、あともう一つその、さっきのフィットネスの話でもありましたけれども、はいはい、そのまあ空間リラクゼーションですか、はい、リラクゼーションのために音楽も積極的に取り入れて、そうですね、あの音楽いろんな音楽使ったんですけど、はい、結局リラックスをして気の流れを整えていくためには、うん、ケーナという楽器の音がとってもいいというふうに今日お持ちなんですよね。体験的にね分かったんですよ、ね、これがケーナですね。ケーナご趣味なんですね。はい、ケーナです。はい、はい、ちょっとじゃあせっかくですからちょっと音だけ出してみましょうね、ちょっといつもの感じでお願いします。いつもの感じでね、はい、首振るかな首こんな音ですね。こういう感じで体がうまく揺れていく感じですよね。あれですか、今日はあのカフェマロンからお届けしてますけれども、はい、こういったこうカフェを使ったり、あとまあ他の場所でもね、出張していろいろ1対1であったり、はい、1対大人数であったり、はい、まあ、ほんとグループセッションみたいにしていることもあるらしいんですけど、うん、そういう時にもこんな感じ、うん、はい、あの僕がやっている1対1の施術がちょっと発展してレッスンというのがあります、うん、エクササイズのレッスンがあります、はいはい、それともう一つはお話をしながら昨日ライブというのをやってるんですね。昨日ライブ、はい、その時にこのケーナを使って音楽を聴いていただいて緩めるということをしています。参加された方たちはこう、うん、どういう方が多いですかね。うん、気に興味のある方とか、うん、体がちょっと凝っていたり痛かったり調子が悪かったりする方が多いですね、はい、あ、うん、割とね、あれやってもこれやってもなんかこうすっきりしないのよっていうタイプの、うん、不調を感じてらっしゃる方は多いように思うんですよ ね、うん、そうですね。そういう方に向いてるんじゃないかなと私は思う。 それがさっきの加藤ちゃんなんですね。空気が甘い加藤ちゃん。なるほど、はい、セッションをね、ぜひ体験してみてというふうに思います。はい、そうですね。今日は子供時代から本当にこの体の弱かった子供時代からを振り返って教えていただいて、本当に子供の頃から、自分の体調とか、うん、健康とか、うん、そういったことをずっと意識して大人になって、そして今お仕事もこういうことされてるんだなと思いました。向き合わざるを得なかったですね、うん、その都度その都度それに関わってどうしていくかということばっかり考えてるような気がします。うーん、文学少年だった頃から
なんていうんですか、アスリートを目指そうかと思った時期もあったような気もしますしね、はい、指導者だったりこういうヒーリングとか気だったり、はい、いろいろどんどん変わっていきますけれども、究極やっぱり体っていうところにはね行き着きますね、うん、そうですね、本当にこう今、現代人にというか、うん、必要な、うん、緩めることですか、はい、緩めることの大切さっていうのがありますけど、うん、なかなか緩めるのって難しいんじゃないかと思うんですよ。そうですね、緩めてごらんって言われてもなかなか緩め方がわからないというか、緩めようと思うと緩まないんですね、うん、だから僕よく言うのは、緩むとこうなるよっていう、例えば力が抜けると腕が重くなるよ、はい、じゃあ腕が重くなってるのを感じてみようか、はい、そうする方が体って緩みやすいですね。うーん、あ、そういう声かけをしていく、うんうん、ちょっとこう緩めると、アスリートは本来の力が発揮できるとか、そうですね、あと普通の一般の方であれば、まあ、一般の方もそうか、うん、動きやすくなる、体が動くようになります。うん、それから余計なことか、はい、悩まなくなりますしね、うんうんうん、緩めましょう、緩めましょう、どんどん緩めていきましょう、はい、そして緩め方をもっと積極的にやりたいなと、これもまた私トレーニングだと思うんですよね。ぜひまたセッションなんかもご参加されてみるのをおすすめしたいと思います、はい、ぜひぜひいらしてください。はい、今日のゲストは、木野先生です。中澤聡さんでした。ありがとうございました、はい、中澤さん、ありがとうございました。